両国の駅、まあ、出口によるんですけども、徒歩5分ぐらいのところにあるんですね。で、結構思ったよりこじんまりしてるなって感じなんですけど、なんかどういうわけかこの多分煙を受けるのかな、なんかちょっとこれあるんで、裏口からは普通に入れるんですけど、表はそうあんな感じの仕掛けがありました。で、歴代横綱の席がここにあり、私が分かるのなんか途中からモンゴル多いですね。モンゴル、朝青龍あたりからモンゴルがどんどん続いて、なんですかね、でこちらが参拝殿ですね。で入り口がね、なんかおかしいんだよ、若干向こうの向こうの方から入ってくださいみたいな立て看板があるんですけど、なぜ表から入っちゃいけないのか分かんないです。表は入らせないみたいな、ただなんか開けてないだけかな、これが、みたいですね。だから普通に来ると、まあ、両国の駅は向こう側なんで、こんな感じで、なんでも裏手から参拝してみたいな、もうどうなんだろうみたいな感じがしますけど、ちょっとここは宮司さんが在中してないのでですけど、手入れはしっかりされているんで、宮司さんが在中できないっていうのがちょっと寂しいもんなんですけどね。こちら参拝殿になります。ちょっとお賽銭はどっからいるのかお賽銭箱ないですね。狛犬さんがいて、デモンがあって、で、最新箱はないっすね。どうするのか分かんないですけど、参拝ではなかったですね。なんで、また一緒に行って、隣は稲荷神社なので、稲荷さんのお参拝して、こうお賽銭お賽銭入れがない、お賽銭泥棒も最近あるんで、めんどくさいからもうお賽銭もこうなしくしちゃったみたいなところがあるんですけど、どうなんでしょうね。おまきつねさんが4体して、この先がぐるぐる巻きながら、多分これここにお賽銭があるのかな、お賽銭箱本殿があるっていう形ですね。ぜひ参拝してみてください。相撲が好きな方はいいかもしれないですね。両国っていうこともありますし。